馬王対一1号母出土品 T 型キレが白画は古代中国などで制作されたキレと呼ばれた絹布に描かれた絵画。同じく憲白に文字が書かれた場合は白書と呼び絵画が描かれた白画と区別するが中には絵であるか文字であるか解釈が分かれるもの絵と文字が共存するものもあり一部の白画も白書と表記するもの研究者によって 白書と記載するか、白画とするかで見解が分かれるものも見受けられる。また、文字類の平気なくても、白書と記載される、切れ画もある。古代中国の春秋戦国時代から漢代に描かれた。紙が発明される前に、紙の代わりに絹布を使って描かれており、下地の布については、白もしくは、剣白という。剣白は、細かく折った絹を指す。 古代思想を調べる手がかりとして、考古学的に価値が高い。英語では、シルクパイティングと記載されるが、英語における、シルクペインティングは、東洋におけるシルク画全般を指す場合もあり、必ずしも、祖母や馬王体幹部から出土した、考古学的価値が高い白画を指すとは限定されない。シルクに絵を描くのは日本でも行われており、拳本などと呼ばれているが、日本においては、拳本は、 白画に含めない。シルクに描画したものに、拳本などがある。また、東大以降もシルク画は存続しており、これらが白画に分類されることは少ないものの、一部海外では、白図画の薬文シルクペインティングにまとめられて、記載されることもあり、混同に留意が必要である。ありがとうございます。